そこまでね。でも初めこそ生徒会運動わかった。途中で私が手を引いてあげたことはなかったことにするね。それはいい。門限。そっか。じゃあ私裏口から入るから頑張って。ちょっと鶏の煮物作りすぎちゃって。実家からかぼちゃ送ってもらったんだけど食べきれなくて。おっ、ほらそこも。うー、人手なし風景。はーい、なら今日は帰ります。